どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちらシールフデイトナの別パターン編成紹介していこうと思います。昨日ねウルトのテンペル編成紹介したんだけどね、満場8分ぐらいで攻略できてもう最強だっつってね、めちゃくちゃねもう強い編成紹介したんですけど、結局パティがいないとかでね、どうしてもキャラ難民の人多いと思うんですね。今日はということで別パターンのウルトナ編成を紹介していきます。満場やっていきます。ウルトナね、スキブ5つに27ターン編成のキャラです。6ターンで変身して、もう10強3つ滑り6個、スキルもね、40% 回復にランダム火、水、光、4個生成に上限6兆個ありますと、リーダースキルも HP 5.2 倍です。強すぎます。今日はこちらのウルフデイトナをリーダーで使っていきます。編成こんな感じです。はい。昨日と違ってパティが排除されています。はい、編成リーダーです。チェーン2、神キラー2突にティフォン武器継承ですね。ショーテルかティフォン武器。で、チャコル、まあ、チャコル許してください。暗闇に、チェーン2つに HP 強化2突、闇ラードラ武器継承です。そして、青の、間違えた、氷の魔剣士、バインドに遅延2つ、HP 強化に危機軽減2つ、そして、ドフラミンゴ武器継承です。はい。からの、ポルナレフです。遅延4つに体力キラー2突、サンタクロース武器継承、そして、雪村です。今回はね、パティを雪村で代用していきます。はい。雪村、小学生がスキルブーストプラスです。はい、小学生スキルブーストプラスに、遅延2つに危機軽減2突って感じになっております。はい、雪村こちらですね。遅延2つに危機軽減2突、そして昨夜武器継承です。はい、こちらは泥強要因で採用されてます。ラストフレンドです。フレンドはこちらウルトナに遅延4つ神キラー2突で、こちらティフォンの代わりにあれだね、なんかたまにさ編成をさド忘れすることってあるよね。ショーテル武器継承って感じになっております。はい、まあ、今日はねこちらのウルトナ編成を使って遊んでいこうと思います。で、昨日紹介した編成が落ち込んだしバッチありで、かつまあそんなにパティを使って8分台だったんだけど、この編成ね HP バッチでいいしパティもいらないのに8分台出せるんですね。まあ、今日はこちらのウルトナ編成を使って実際に遊んでいこうと思います。やっていきましょう。さあ、ということで1階層からやっていこうと思います。いきましょう。まずは1階層です。リザフレのウルフ変身していきます。ウルトナ変身からやっていきましょう。はい、まずはフレンドウルトナ変身、リーダーウルトナ変身、雪村打ってポルナレフ、ドフラミンゴ、ラードラ、ウルフ、片側変身からの殴っていきます。はい、こんな感じで2ウェイ組んであげて、これで12コンボで倒していきましょう。ちょ、最近ね、強調やってたせいで、ちょっと火力の感覚難しくなってるんですけど、確か満場は全て破壊できるはずなんで、サクッと破壊していきます。さあ、2階層です。ウルフ打って殴っていきましょう。ウルフ打って、真ん中だけで殴っていきます。はい。フラミンゴ武器の3コンボ加算があるので序盤のパズルも超楽です。はい、このまま倒していきましょう。フラミンゴ武器3コンボ加算偉すぎだよな普通にね。で、3階層です。ここはウルフ打ってあげて、光のウェイフ君で殴っていきます。はい、これで殴りで、火と水を消して盤面整理していきます。はい、でからのウルトナ打ってあげて突破です。はい、初手に盤面整理しておいてあげることで、ここで事故ることもめっちゃ少ないので、あ、ごめん、初手殴ってから盤面整理することでここで事故ることもめっちゃ少ないから安定感爆上がりです。からの突破。さあ、続きまして4階層です。ここは雪村打ってあげてからウルトナ打って殴っていきます。はい、まずは雪村打ちます。からのウルトナ打って殴りです。なんか謎の色消えてますけど、13項目んで倒していきます。はい、突破。さあ、続きまして5階層です。5階層もウルトナ打って殴っていきます。はい、
これで人光の 2way 含んで倒していきましょう。雪村の吸収向こう入ってるんでこのままワンパン可能です。はい、これで突破。やっぱ序盤めちゃくちゃ快適なんだよね、マジで。ウルトナってやっぱ基本的に事故ることもないからめちゃめちゃ強いし安心感しかない。7階層まずゼロコンボ組めます。はい、でポルナレフとウルトナ打って殴っていきます。先ウルトナ打ってあげてからポルナレフ打ってあげて、こんな感じで全力組んで殴っていきます。はい、意外とここ硬いんでちゃんと殴ってあげて14コンボ。さあこれでまずはワンパンしていきます。でからの7階層です。7階層もゼロコンボ組んでから殴っていきましょう。はい、ゼロコンボでからのウルトナ打って殴って突破していきましょう。でもあのアシスト無効さえ解除されればもう火力はこっちのもんなんで、はい、11コンボ組んでサクッとワンパンです。でこのルーレットはちなみにうざい。ルーレット一生一緒に戦ってことになるんだけどうざいですね。はい、とてもルーレットはうざいです。で8階層はウルトナ打ってからチャコル打ちましょう。やばい、最悪、めっちゃくなっちゃった、もったいね。火の 2way が組めなかったんだよね、火が多すぎて。まあでもこれで倒していきます。もったいない、めっちゃ今のパズル。本当はもっと早く倒せるんですけど盤面難しすぎた。で9回そうウルトナ打って殴っていきましょう。はい、ウルトナ打ってあげて、こんな感じ光と火の 2way 入れて突破していきます。挑戦だけ光と火の 2way 入れてあげないとワンパンできないんで、これで突破していきましょう。なんかめちゃくちゃ強くね、よくわかんないけど最強だ。はい、10階層ポルナレフ打ってウルトナで倒していきましょう。ポルナレフからのウルトナ、あー光がつながっちゃった、最悪。まあ一旦これで削りはしましょう。倒しきれはしない、いや倒しきっちゃうんだよね、強すぎだろ。なんかよくわかんないけど、もうなんかよくわかんないけど強えからいいわ。なんかずっとよくわかんないけど強えもんこいつら。ウルトナ打って倒します。ワンパンしていきましょう。それ火の 2way であれよ絶対。 OK、 火の 2way 含んでワンパンしていきます。はい、突破。さあ続きまして12階層です。とにかくねウルトナはレアリティさえ気をつければね絶対強いからね、ほんと最強なんだけど、まあ、こんな感じでもうテンプレ編成使うともう間違いなく強いですね、ほんと。ルーレットがあったんだ、ずっとそこに。なるほどね、それに気づかなかったんだ俺。ここはしっかりコンボ吸収注意しながら殴りです。13コンボ14。さあこれでワンパンしていきます。もうとにかくウルトマンの種属性のカラクターがすぎるんで軽々ワンパンです。はい、13回そう。こいつはね右から全部打つだけです。はい、ウルトナ打って雪村打ってコロナレフ打って倒していきます。はい、このままワンパンですね。属性吸収は雪村で、ダメージ無効はポルナレフでワンパンしていきましょう。突破。さあ続きましてボスです。ボスは魔剣士打って殴っていきます。ウルトナ打ってあげてから魔剣士打って殴っていきましょう。マジ強い、本当に強いね、本当にマジでバケモン強いわ。ウルトナ打って魔剣士打って、まあ、2ウェイ組んでまずは一発殴りでワンパンです。13コンボ。さあこれでワンパン。 OK、 あチャコル打ち忘れた、危な。まあワンパンできたから OK。
で、ここもウルトナチャコル打って殴っていきます。パンパンできれば何でもいいんだよな、強いから。はい、ウルトナ打ちましょう、チャコル打ちましょう。ここもしっかりと 2way 組みまくってあげて殴り13コンボで半分まで持っていきます。 OK からのウルトナとポルナレフ打ってあげて倒していきましょう。奇形限でしっかり180万ダメージ耐久からのウルトナ打ってあげてポルナレフ打ってあげてラストワンパンしていきましょう。さあという感じのねウルトナ編成でした。まあやっぱりねもうマンジュは本当にウルトナの適性が高すぎてめちゃくちゃ簡単に勝てます。さあこれで突破していきましょう。もうさ負ける要素本当にないし、しかも強いからもうやばいんだよね。で、まあ、HP バッチでパティも使ってないにもかかわらず一発クリアのタイムが8分57秒、もう最強じゃない？やばいよねこれ。これ初クリアですよ。ほらもうこれ見てもらえれば、あれなんだバレンタインビーナスカップ、なんでこんなんやってんだ俺。え、おは、まあでもこんな感じでね8分57秒で簡単に勝てるウルトナ編成の誕生です。もうねパティ使わなくてもやっぱりチャコルがいればもうとにかく完成しててめちゃめちゃ強いです。でサブはもうどんだけ代用してもねあのウルトナは強いので、ぜひよかったら編成組んで挑戦してみてください。ということで今回の動画は終わりになります。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。